アルケオテリウムは、新世代古代三期前身与の北アメリカ大陸や、ユーラシア大陸に生息した、イノシシに似た大型草食動物である。クジラグーテイモク、エンテロドン科に属する。1850年に、ジョゼフ・ライディが、アルケオテリウムを命名したが、1853年に、彼は、アルケオテリウムを、エンテロドンのジュニアシノニムとし、1857年には、エロテリウムの、 ジュニアシノニムとした。後に、ピーターソン、スコット、ガルブレイス、ラッセル、キャロルおよびエフィンガーでは、アルケオテリウムはエンテロドン化の有効な属として扱われている。全身骨格用紙は、牛と同等に巨大で牙を持ち、顔の側面にコブを持つペッカリーに類似する。頭骨全長約50センチメートル。他のエンテロドン化同様。 イボイの獅子に似た頭部の眼下の下から横へ伸びた突起を持ち、また、化学側面にも二つのコブ状突起を持つ。これは、硬い植物質の食物を噛みつぶすため、発達した抗菌に大きな付着部を与えていたとする説もあるが、縄張り争いなどで使用されるディスプレイであったとする指摘もされている。頭部自体は、エンテロドンに似るが、眼下の後部が骨で仕切られている点。 および後頭部の骨格は、より頑丈な作りになっている点が異なる。死率は雑食性の傾向が強く、海計や好みのほか、死肉も砂取っていた可能性もある。胴体は、重い頭部を支えるために剣部が隆起しており、この点は、アメリカバイソンに似る。根を食べるアルケオテリウム化石は北アメリカ大陸で多数、発見されており、 どうかの中でも最も繁栄した族であったと推定される。またそれ以外では中国、モンゴルなどアジアからも発見されている。頭骨から判明した点としては脳自体の溶石は小さいものの球波が大型化しており、嗅覚が発達していたことを示唆している。歯列の傾向も合わせて死肉や地中の食物なども探して食べていたと推定されている。 ありがとうございます。